チャオス。どうも、ポルタでーす。本日はこちら天スラまだまだやっていきたいと思います。本日は、石の方真正敵かな630コード貯めてまいりましたということで、ガチャのお時間でございます。ガチャのお時間でございます。なかなかね、当たらないではございますけれども、まあ20連ちょっと引ける、あとチケット分もね、ちょこっといろいろもらえたりしてたので、その分で引けたりもしますので、いいキャラ狙えたらなと思っております。まあベルタですかね、やっぱりあの光のあいつを当てたいっすね。当たったらラッキーかなという感じでございます。で、最近の、私のボックス紹介したいと思います。こんな感じちょっと増えてますね。だからちょいちょい引かせてもらってたので、この辺とかが新しく引けたかな。星5だとこの男のやつもう編成してレベルも能力を開始します。マックス限界突破とかね、全然まだ被ったりもしないんでできてないですけど、こいつ一応評価は結構ね、まあいい方であると思うんで、 S ランクなんで、まあ新しめの、まあベルドラかな、やっぱり。あと闇リムルの方が、実装されてるということで、まあ、そちらの方も、チケットの方で引ける分がありますので、狙えたらいいかなと、当たったらラッキーかなぐらいの感じで引けたらと思っております。では行きましょう。スカウトガチャでございます。これかな、教えてやるよ。これでございますよ。力ってやつを、覚醒魔王リムルピックアップスカウトガチャ終わりだ。チケットの方で行けばすので、やっちゃでど、めちゃくちゃあります、めちゃくちゃあります。これ一気に10連とかは引けないのかな。行きましょう。平和だね。はいはいはい、星さんでございます。ガンガン引いちゃいます。もういっぱいあるので、これで出ちゃっても平和だね。はいはいとまあ甘くないですな。まだまだありますので、はい。あ、夕方だ。これなんか、お、夕方の場合は星4なのか。ちょっとなんか演出が俺まだよく分かってないですもん。なんかいいキャラが出る時の演出、この最初の。これだとハズレなのかな。お、でも星4だ。あ、これ、たぶんこれカゴキャラになるのかな。ちょっと俺そこら辺もちょっといまいち詳しく分かってないけど。でも結構やっちゃってます。君は結構よく出る。君はよく出る。あと18枚もありますので、ガンガンいきましょう。これ星4かな。あ、やっぱり、おお、発言だ。発言っすね。能力を開示します。この方はガルド・ミョルマイル。まあ星4なんでね、星5が欲しいっすね、やっぱり。ガンガンいっちゃいました。ただ発言は、嬉しいございます。持てないキャラがね、出ることはいい。さあ、残念残念。お、夕方、夕方パターン結構熱いっすね。これ星5の場合ってなんか演出変わるんか。これはハズレかな。あ、ハズレっすね。これはハズレ。さあ来い。残念、演出来ると熱いんだが。お、発言ニュー。能力を開示します。黒部、黒部。まあ強いのかよくわからん。まあとりあえず発言はとりあえずありがたく、ありがたく。平和だね。はい、残念。おガンガンいっちゃうよ、ガンガンいっちゃうよ。平和だね。はい、残念。まあここはもう前座みたいなもんだね。これで闇リムルとか来ちゃったらもうサイアンドコーだけど、まあそう甘くはないと思うので、シングルなんで。平和だね。シングルチケットだけど、200連、あ、20連分はもうあっちのベルドラが出る方のガチャピックアップの方で引かせていただこうと思ってますので、ガンガンいっちゃいます。残念、なかなかシングルでは出ないっすよね。10連でも出ないからさ、このゲーム。さあ来い。俺こいつ発言なんですよね。こいつよくあの見るすけど、敵キャラで白狼か、白狼は私発言でございます。ありがとうございます。いいっすね、発言がシングルでも弾けるのは熱いっすね。平和だね。厳しいかな、あと2枚。
さあ、これ今回は何としても活躍、これは星5かな、この演出来た時は分かんないけど、どうなんすか、これ星5こいつ、ちょっと分かんないけど、どうなんだ、愚か者は多分星5っすよ、これ来たーすよ、発言超激怒、こっちに来る、この方は強いのかな、ちょっと分かんない、と星5来ましたね、ありがとうございます、やりました、ニュー能力を開示します、闇属性物理、なるほど、やったー、シングルで星5引けちゃいましたねラッキーラッキー、いいね、ああいう風に演出があると、あだね演出があると星5なのかな、平和だね、はい、残念、まあまあよかったんだよ、流ろうかと、一体星5は引けましたので、ここはチケットじゃなくて石を使わなきゃいけないので、こっからベルダーさんを引いていこうかなと、こっちのピックアップのこっち、こいつがねまあ強いと言われておりますので、ぜひとも引かさせていただきたい、まあ20連しか引けないので、まあ確率はちょっと低いでございますけど、頑張ります、頑張ります、でも運ゲーなんであれですけど、いっちゃいます、もうちょっとな、さっきより重みが違うよ、頑張って食べてから、あーどうかな、夕方ではあるけど、我は今後一切ラミス様への忠誠を誓う、我には守られにあるつと誓いが、誰、星5ではあるけど、血中がいい、ダークネスカノン、ただかっこよ、これが我の力です、ビレッタ魔性人形、あ、こいつは S ランクっすね、こいついいかも、あ、1体だけか、あ、それ以外発言はいないのか、あー、まあまあ悪くはなかったのかね、一応発言なんで、ただベルドラさんが欲しい願いでもう一丁いっちゃうよ、レッツゴー、頼む、はい、高密度のエネルギーを検出しました、はい、測定不能のエネルギーを、これ来たら多分いいやつっすよね、これ赤くなったらいいやつっすよね、しかもこの演出星5確定なのかな、ちょっとあんま詳しくないですけど私さあ、なんでお前さんはよく見ますよ、お前さんはよく見ますよあなたもよく見ますと、おじさんでございますよとなかなかね、来るか、ハビホビダルトさんを引いてやるぞ、ホビーがあったあってすぎでございます、おクレアサークル来ましたね、力になりましょう、火のやつ今こそ、あーこいつ俺敵キャラ戦ったことあった、お役に立てれば、あのキャラ戦った、あのキャラっぽい、あのキャラの A ランクになってますね、ヒューギルドマスター、はい、ということで、ボックス側にやってまいりました、本日の、引けた結果でございます、まず星5が能力を開示します、この方とこいつなんか顔がなんかあれだな、怖いのちょっとどこの方、この方強い、能力を開示します、が出ましたよと、で星4が、星4は発言は1体だけかな、ユーマックスっていうのですかね、で、顔キャラの方でイフリートと、星4がちらほら当たったかなぐらいか、この方もね発言ではございません、能力を開示します、まあ言うて今まで使ってたこいつ能力を開示します、強いのでイフリートよりも
まあ、育てても使うかどうかって言われたらちょっと分かんないですねいやこいつはこいつは効果が違うと思うから、全然こっちはこっちでね使っていいと思う。能力を開示します。ただ見た目はこいつはこいつでかっこいいっすね、やっぱり炎がバチバチになってる感じがいいっすね。はい、とまあ20連ちょっとかな、チケット回して、引かさせていただきましたということで、相変わらずベルトラさんはなかなか出ないということでまた、強欲に狙っていきたいなと思っておりますということで、またチケットでよいしょ、またね。